はい、うん、ありがとうございました。はいはい、うんうん、子供たちまだ飛行機乗れるのとっても楽しみですよって言ってました。うん、少年野球の、うん、九州派遣、はい、ありがとうございます。はいはい、うん、本当に、はい、お世話になります。ありがとうございました。はい、子供たちにも伝えておきます。監督にもね。はい、ありがとうございます。失礼します。はいはい、有名人、お疲れさん。お疲れさん。すいません、仕事中。また帰ってきた。はい、ちょっと通りかかった時にトモ先輩見えたんで。おほ、そうね、ちょっと差し入れ持ってきました。はい、ありがとう。はい、そうせ、おっしゃ、大好きなの。ペットボトルってのは嬉しいね。ありがとうございます。サンピン茶昔から好きっすよね。ああ、あれさ、サンピン茶しか飲まないよ。サンピン茶しか飲まなランド。いただきます。はい、いただきます。もう毎日働いてるから。子供たち九州派遣が決まったわけさ。お、すごっ。うん、え、おめでとうございます。ありがとうございます。すげえ。今回準優勝で、地区大会準優勝してから、やば、準優勝とだ、準優勝までが九州派遣だわけさ。あ、それで今回決まってから、いろいろ九州派遣のためにコンビニで募金募ったわけさ。あ、うん、横断幕も作ってもらって。横断幕もさ。はい、そうですよ。あ、なんか見たかも。うん、横断幕も作ってから九州派遣決まりましたっていう写真とかも。すげえ。万内決まって地域の皆さんとかからだ、こうね、いただいて、飛行機代から宿泊代から渡航費いただいて今回行けることになってるわけよ。子供たちからしたらさ、うん、もう飛行機ってテンション上がるじゃないですか。そりゃそうだよな。うん、そりゃそうだよね。そういう経験さしてる東郷先輩すごいわ。あれさ、あれ、そしてまた沖縄の子供たちはだ、内地の子供たちと試合できるってのがまた楽しみでもあるさ。うん、いい経験になるんですよ。うん、これがまたね。うん、うん、それでまたいろいろありがとうございますっていう連絡とか、あとありがとうね、クリスからもいただいて。あ、いい、全然全然。うん、これはもう子供たちも相当喜んだ。有名人からいただきましたよって言ってから、イエス、ありがとうね。なんかね、その遠征で必要なね、うんうんうん、なんか T シャツとか、あ、これタオルとかあったら全然 いい考えかもしれないね。うん、うん、なんか多分僕も宣伝しますよ。ありがとう、本当に助かってるよ、有名人。いや、もう東郷先輩の方が、あのお笑いライブも来てくれて。うん、僕は昔からこんなことしか、土日が休みさ。うん、土日が休みでだ、ごめんね、しかもまた最近は行けてない、少年野球で。あ、いい、野球の練習試合があってよ。いや、またまた、この前西原で、あの、お笑いあったでしょ。なんかぐっすりいたんだけど、だ、少年野球の試合で行けなかった。西原でなんかありましたっけ。延長だったわけよ。延長12回まで行ってから、それで行けなくなって、ごめんね。全然ですよ。誘ってもらってたのに。ありがとうございます。だ、クリス、来週の、25日は行ける。25っすか ?25 日は空いてる。え、なんかあるんすか。少年野球の栄養会があるわけよ。うわ、もう素敵、本当に。俺なんか、家に、家で車庫でだ、子供たち集めて、父母たち集めて豚汁作る。危ない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 。豚汁作るからさ、はい、これないか、サプライズ登場。ただでも無理はしないでほしい。クリスが仕事あるんだったら、そこにそこをもう優先してほしい。ちょっと見てみていいですか。お願いしますよ。ちょっと今見ていいですか。うん、割ったとじがあれさ、はい、割ったとじは栄養士さ。はい、あ、そうなんですか。豚汁うまそうっすね。栄養士だから、豚汁作ってか。うん、その豚汁飲んでからだ。全然終わってからでいいですよ。仕事終わってからでいいですよ。その豚汁飲んでから、終わった少年野球の4番バッターがホームラン打ってるよ。クリスもだ、豚汁飲んでくんちつけてからお笑いでホームラン打って。何日ですか。ん、何日でしたっけ。来週25日。何時っすか。1時から6時ぐらいまでやる予定。その後はもうおのおの。ほんとすいません。うん、25日の土曜日っすよね。うん、僕朝から、うん、多分午後3時ぐらいまで名護にいるんすよ。うんうんうん、ちょっと仕事があって。問題ない問題ない、そこを優先してほしい。すいませんね、本当に。クリスもだ、仕事を優先してほしい。それはもう大事にしてほしい。ほんとっすか。自分の仕事が一番大事だよ、クリス。ちょ、申し訳ないです、本当に。うん、ただありがとうね、九州派遣も。いろいろみんな子供たちもいい経験になったって言ってたよ。クリスからのムービーを送られてきたさね。あー、前のモチベーションやっさーって。こんなの嬉しいな。もう一通見てください。クリス嬉しいっすって言って、こんなクリスです、嬉しいな。はいはい、すごい頑張ってるから、もう自慢であるわけよ、クリスが。本当っすか。うん、いや、もうそう言ってくれたら嬉しいっす、本当に。だから、じゃあ栄養会のじゃああれば今回は、じゃあまた栄養会ってまたありますよね。栄養会はもう週4
4、週4でやってる。週4やばいっすよ。本当だよ。本当にですか。本当月に4回じゃなくて。ピザ会もやってるし、だ今回豚汁だけど、キッチンやったらカレーも作るし、何も買うし。監督。そうだよ。あらっす。はい。じゃあまた何かあったら呼んでくださいね。もうまたお願いしますね。合わしますんで。はい。気をつけて運転。あ、はい。ありがとうございます。あと痩せないと。すいません、ありがとうございます。お疲れさん。お疲れさん、ありがとうございます。お疲れさん。だ、はい、うん、48m のかける8。 48m?